ドラゴンクエスト4。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。今回から DS 版のドラゴンクエスト4やっていきたいと思います。まあ、ちょっとワンダーからやってくれとリクエストがありましたのでやっていきます。で、 DS 版なんで上画面とね下画面の表示があるんですけれども、基本的には下画面メインで進んでいって行くので、下画面だけ映していきます。上と下ね両方映そうとするとどうしてもちょっとね、画面のサイズが小さくなっちゃうんで、下画面だけ映していきます。で、最初ちょっとだからそれを試したんだけど、それは消したか。じゃあ冒険の書を作るということでやっていきましょう。名前はミカミックスが入らないんで、入らないときはだいたいミックス後ろの文字を取って、あれこれどうやって小さくすんだ。 あったこれか。で、性別を決めてくださいということなんですけれども、まあ俺がね RPG やるときって割と女性しか使いませんよみたいなことを言うんですけど、今回もそれでいきます。なので勇者の主人公は性別女で、第5章に入ったらもう女性パーティーだけで進んでいきます。あとどうしてもね第1章と第3章はもう男性主人公で、まあ、男しか出てこないんで、まあ、1章と3章に関してはねサクサクサクっと進めて、まあ、2章と4章は普通にやっていきます。で、5章になったら女性しか使わないと。どうしたミックス、もう高3回ということで、もう高3です。今日はこのくらいにしておこう。私の役目は早くお前を一人前に育てること。家でゆっくり休むといいだろうと。で、一応上の画面の方で階段に登ってるシーンがあるんですけど、まあなくても全然大丈夫だね。樽とかを壊していきましょう。まあドラクエ、これなんだ、普通にそのまま壊すんだっけ、持ち上げたりしないんだ。念力だな、念力の使い手、目の前のものを念力で壊す。あ、やっぱね DS 版がね一番こうシステム的にサクサク進めるらしいんで、ちょっと設定で戦闘速度速くしよう。勇者様、勇者様、あ、樽がある、ちょっとこれは壊していこう。あ、入っちゃったよ、なんもねえか。あ、出てきた、毒消しそう。勇者様どうか助けて。カエル、あ、驚かないで、私はカエルではありません。あ、今どう見てもカエルだって思いましたね。はい、あなたは正直な人ですね。その正直さを見込んでお願いがあります。もう察してると思いますが、実は私はある国の姫でした。しかし悪い魔法使いに呪いをかけられ、このような姿にされてしまったのです。まあなってしまったものは仕方がないし、カエルも思ったほど悪くはありません。そんなわけで毎日のんきに暮らしていた。困ったことがあります。それは、あ、いけない、誰か来るわ。まあ普段だったらシカトするけど、シカトすると話が進まないんで追っていきましょう。新車、あ、ミックス、剣の稽古終わったみたいね。どうしたの、大きなカエル、何のことかしら。私はずっとここにいた、カエルなんて見てないよん。笑いのツボがわからん。ミックスが見たのはこのカエルでしょ。モシャスを唱えた。モシャスって結構レベルが高くないと覚えられないからね。のんきに暮らしていたんですが、困ったことがあります。それはその先のセリフが思い浮かばなかった。もう少しちゃんと先まで考えてからやればよかったけど、早く見せたかった。いろんなものに姿を変えられるモシャスの呪文を覚えた。じゃあ行くわ。ウサギなんかに化けたらさ、とっ捕まって食われちゃうぞ。お母さんが呼んでいたよ、もう夕食だって。また明日ね。まあ飯だ飯。
何はともあれ飯。強さは？レベル1。あ、そっか、これ上画面に載っちゃってるからここで見るか。ヒットポイント25、マジックパワー5。馬車のさ、表示がもうすでにあるんだけど。所持金3円。取れるものはちょっと取りたいよね。プハー、オーミックス、お前も水を飲みに来たのか。今日の剣の稽古は少々荒っぽかった。シンシアとは相変わらず仲がいい。俺のところに来てミックスをあんまりいじめるなだと。最近は稽古が過ぎたかもしれん。過ぎたかもしれんって言ってる割にはレベルが1だからね。レベルが全く上がってない。無意味な稽古だな。これ壊せんの？壊せない。この村には誰も入れねえぜ。むにゃむにゃ。おお、よう来たなミックスよ。今日はその際ベギラマの呪文を教えて信ぜようと行きたいところだが、今日は日も暮れかけておる。授業はまた明日にしようぞ。え、授業で魔法とか教えてくれてんの？何も覚えてないよね。だって呪文何も覚えてない。こいつの授業も無駄だな。時間の無駄ばっかだな。こっちは回転できるんですよ。まあ、回転してこう見えない後ろとかね、もしかしたら何かがあるかもしれない。そろそろ日も暮れる。おいらも家に戻って飯にするべか。薬草を見つけた。これ自分の家だよね。まずはアサル、ドラクエの基本。裏主人公として盗賊だからね、職業は。戻ったかミックス。今日も一日ご苦労であったな。よし母さん、そろそろ飯にしよう。もう腹がペコペコだわい。こいつ何してんの？仕事何もしてねえで腹だけすかしてさ、こう飯だけたかるっていう。俺は一応稽古してるからね、授業にも出てるし。これはうまいわい。もぐもぐ。お父さんいらないんじゃないか、この家庭に。時にミックスよ、お前はまだ小さいからこの村しか知らないだろうが、外の世界はとても広い。そしていろんな人たちが暮らしている。お前もやがて大きくなってこの村を離れる時が来るかもしれん。その時外の世界でお前はどんな人たちと出会うのだか。父さんたら何を言うかと思ったら、食事中に寂しくなるような話はやめてくださいよ。ずっと私たちと一緒に暮らすんですよ、たとえどんなことがあってもね。そうだったな、わはは。物語はこれより始まる。うん、記録しておこう。第一章、王宮の戦士たち。これはバトランドという小さな国の王宮戦士の物語。ライアン、つまりあなたもその王宮戦士の一人でした。ある朝、王様は戦士たちをお城の広間に呼び集めました。これより王様からそなたたちにお話がある。心して聞くように。一応上から王様がこう降りてきてますね。皆の者楽にしておるぞ。さて話というのは他でもない。最近子供たちがいなくなるという噂はお前たちも聞いておろう。今朝もイムルの村より母親たちが涙ながらに訴えてきておる。何故子供がいなくなるのか、何者かがさらっているのか、この国の王としてもはや放っておくわけにはいかぬ。事の真意を確かめ、このわしに報告せよ。行け我が戦士たちよ。なんで俺だけ鎧が違うの？鎧の色がピンクなんだ。戦士様、お願いです。どうか私たちの子供を探してください。あの子はまだ生きています。ああ、でも急がないと手遅れになってしまう。そんな気が。はい、まあのんびりやろうやってこいつ国のこと何とも思ってねえな。給料泥棒だな。と言ってもお前は真面目だからサボったりできないだろうけどな。いやこいつ給料上げる必要ねえよマジでひでえな。宝箱がある。まあ、取れないからねこういうのは。まあ、とりあえずアサル、薬草。じゃあサクッと事件を解決していきましょうかね。
人妻二人旅。俺もこんな嫁さんが欲しいぜ。おおじゃねえよ、この変態野郎が。村の南東の森の中に子供たちの遊び場がある。何かあるかもしれません。ぜひ行ってみてはどうだろう。お気をつけて。なんで子供たちの遊び場にさ何かあると思うか。なんもないと思うんだけどな。はい、空飛ぶ靴をゲット。洞窟のどこかから小さな声が聞こえる。ライアンは耳を澄ませた。誰か誰かいるの？僕を見つけて僕も連れてってほしいな。だそれ。僕ホイミン、今はホイミスライムなの。でも人間になるのが夢なんだ。ねえ、人間の仲間になったら人間になれるかな。そうだ、僕を仲間にしてよ。わーい、ありがとう。ホイミンが仲間に加わった。人間の仲間になったからといって人間になれるとは限らんからな。うまく騙したなライアンよ。これでホイミンが使える手下が仲間になった。あ、靴を見つけたの。子供たちが見つけたのと同じものだね。外に出て使うとお空を飛べるかもって楽しそうに言ってたよ。じゃあ使ってみよう。じゃあ靴を履きますか。道具、空飛ぶ靴。さあ来るんだ小僧。永遠怖いよ、話してよ。キメラの翼、力の種、鱗の盾、これもう持ってんだけど、守りの種、ハジャの剣、これはもう必須アイテムですね。一生にとっては必須アイテム。640ゴールド。よし、一回帰ろうかな。それじゃあちょっとお金が貯まってるんで防具を買いましょう。まずは鉄の鎧、もう一気に鉄の鎧を買う。で560円、鉄の盾が650円か。鱗の盾さっき手に入れたからね、売ろう。あ、川の鎧と銅の剣も売れるんだ。まあいいや、鱗の盾135円、180円で売ってて135円で売れるってことは半分ってことじゃなさそうだね。で木の帽子は買ってある。で鉄の盾、よし完璧、これで装備は完璧だ。あとはまた塔の攻略に行きましょう。お、こんなところで誰か寝ている。ライアンか。私はもうダメだ。いいかよく聞け、世界のどこかで地獄の帝王が復活しつつあるらしい。しかし魔物たちの予言では帝王を滅ぼす勇者もまた育ちつつあるらしいのだ。そこで勇者がまだ力をつけぬ子供のうちに見つけ出し闇に葬り去る。それが魔物どもの狙いだ。ライアン、子供たちを守ってくれ。また生きてんじゃん。結構しぶといな。なんでみんな単独で動いてんの。パーティー組んでさ行けばいいじゃん。4人パーティーまで組めるんだから。まあいっか。で現在の状況は、ライアンレベル10ですね。で装備の方が上に乗ってるんですけど、ハジャの剣、鉄の鎧、鉄の盾、木の帽子と、多分現段階では最強装備ですね。これで下に行きましょう。ボス、助けて、怖いよ。ん？こっちにもいる。扉には鍵がかかっている。話せる。うわーん、ププルが化け物に食べられちゃうよ。ププルを助けてよ。やっぱ人を食うんだね魔物って。ふん、ご苦労なことだな。やっとここを突き止めたということか。だが子供を返すわけにはいかんぞ。我らの目当ては子供のみ。勇者になる可能性のある子供のみだ。大人になぞ用はない。だがここを知られたからには生かして返すわけにはいかん。死んでもらうぞ戦士よ。ピサロの手先、大目玉。とりあえず大目玉から先に倒そう。
キラ。ホエミン効かないとかすげえな。2発ザコが。け死ぬ。まあ、いいや。これなら大丈夫でしょ。ホエミン耐性すげえ。火の玉とかむしろ弱いんだけど。ギラが結構食らうんだよね。結構ヒットポイントはあるな。ホイミンやばくね。もう効かないか。回復してくれ。ナイスだ。うわホイミン死んだ。一応薬草は持ってる。怠慢戦だ。いやギラ強い。もう一回ギラ食らったら回復しよう。倒した。100円、安いな。そこそこ強かったね。人間ごときに敗れるとは。だがきっと他の魔物たちが勇者を探したし、その息の根を止めることだろうよ。お前たち人間はやがて帝王様の生贄となるのだ。地獄で待っているぞ、クフ。わい、おじちゃんありがとう。僕たち家に帰れるんだね。そうだ、この天のてっぺんから飛び降りると外に出られるそうだよ。ホイミン生きてる。普通に生きてるね。じゃあ塔から外に出ますか。こいつはすでに鍛えている。子供に死体を見せてしまったか。よく見ておくんだ。俺が戦士の生き様だ。まず先頭のやつ死体を目に焼き付ける。そして二人目のやつ、こいつも死体を目に焼き付けさせる。そうして子供たちは強く育っていくんだ。めんどくせえからキメラの翼使おう。バトラント、あれバトラントじゃねえや。イムルに帰らねえといけねえんだ。余計な手間をかけさせやがって。ママだ。わーい。くそ、人妻には興味はない。さらばだ。この兵士たち何やってたんだ本当に。ライアン、よくぞ戻った。待ちわびたぞ。この度のそなたの働き誠に見事であった。イムルの親子も喜んでおろう。そなたのような家来を持てたことはわしの誇りだ。褒美を取らせよう。何か望みはないか。何でもよいぞ、言うてみ。なんだと、旅に出たと申すか。するとそなたはまだ子供である勇者を見つけ守りたいと。わかった、それがそなたの望みならもう止めはせぬ。ライアン、これはわしからの選別じゃ。受け取れ。どういうシステムだこれ。経験値が大量に入った。レベル11。何レベル上がる。まあこれ単純に帳尻合わせだよね。第5章で仲間になった時の。ライアンは最後だからね、普通にやると。気をつけていくのだぞ。ホイミンについては誰も触れないな。うわモンスターがいるぞみたいな感じにならないのかな。ライアンが裏切ったみたいな。モンスターの手下についたのかっていう。こうしてライアンはこの地のどこかにいる勇者を求め旅に出たのでした。王宮の戦士たち完。第1章は特に語ることはないな。これが全て。